はい、ホンダ CR125 ですね。うちで扱うのは2回目なんですけども、ツーストです。はい、あのツーストです。爆発的パワー、そして、爆発的加速、そして、爆発的という爆発的なやつですよ。はい、なんでこんなに言うかというとですね、これ125なのに40馬力とかあるんですね。で、ちなみにあの競技用車両というのはエンジンがかかって走るというだけです。ウインカーとかもなければテールランプもありません。ヘッドライトもないですし、キーもついてないです。はい、だからキー何にもない状態なんですけども、この状態で、キックスタートなんですね。で、かかります。でよく上乗っかってかけてますけども、私今こうやって、こういうかけ方するのはなぜかというとですね、ここにですね、小学校の時に使ったあのトライアングルみたいなやつがくっついてるじゃないですか。はい、これでかろうじて立ってるだけなんですね。はい、なので体重乗せると曲がります。だからはい、でここで止めるっていう感じですね。はい、あのこういう競技車両欲しいっていう人はもう分かってると思うので、あんまり細かいことは、はい、説明いらないとは思うんですが、まあ、今でもですね、クローズドのオフロードコースに行くとですね、この手のツーストの125っていうのはまだまだ走ってますし、やっぱり楽しいですね。パワーバンドガツンと入るとですね、やっぱりこの辺の車両っていうのはですね、すごく飛び回るようにですね、走ります。ただ逆に言うとパワーバンド入れてやらないとですね、坂道登るとこも登らないよというような感じになるんですね。その点で言うと今の 400cc とかのですね、競技車の方が、フォーストのですね、WR とかの辺の方がガツンと下からでもうわっと上がってくるんで、楽しいは楽しいかな、という気もするんですけど、ツーストですね、パワーのですね、ピークを維持したまま、甲高い音を響かせて走るっていうのもですね、まだまだ全然楽しめますので、はい、そんなわけで、ございます。はい、手短なんですけど、じゃあちょっと一周撮ってもらえますでしょうか。はい、よろしくです。もちろん乗って帰ってもらうことはできないので、積載車、陸送等ご利用ください。はい、ですね。というわけで、競技車、CR125 ですね。ご覧の通りエンジンすぐ始動します。はい、いかがでございましょうか。どうぞよろしくお願いいたします。